はい、こんばんは、セヤング21。最近ですね、お手洗いに、はい、僕地図を置いてるんですけど、はい、もうちょうどいい、いい、記念だっていうんじゃないなんですけど、北方領土をこうやって詳しくなろうって今思ってまして、はい、ほら、なんで、島の名前は言えるけど、位置関係とかちゃんとなんか分かんないじゃん。なんでしょ。ね、うん、それで、だから、お手洗いに入ってですね、ずっとそれ、見ながらですね、はい、で、あ、こうやってロシアに続いてるんだと。いうことでですね、はい、今ちょっとまあにわかロシアオタク6回のラスプーチンと言われたいっていうことで会議しようです。はい、セヤング21、相方松井さん、松井です、どうも、今夜はですね、リマスタリング海バンドリマスタリングリリース記念特集ということで、はい、去年からまず去年の6月27日、はい、まあ、3W 発売されて、はい、英雄たっかんからさんとってこの辺さんなら、はい、で去年の9月7日にまた 3W、はい、11月28日にまた 3W、はい、で今年の2月13日に、まだ 3W、 これはもう最終、はい、計12枚出たわけですね、うんうん、その12枚の中からですね、はい、もう選ぶもう選ぶんですけど、ものすごくマニアック、ヒット曲あんまりないみたいなだって自分作った自分が懐かしくなってなんか泣きたくなればいいんだもんそういう感じの、で海バンドリマスタリング、シリーズリリース記念特集ということでですね、はい、お送りしようと思っております。はい、アースセークプレゼンツ海吉郎のセヤング21、この番組はアースセークの提供でお送りします。セヤング、はい、マスタリングっていうのはですね、はい、基本的にまあ全部ミックス全部した後に、はい、もう一回まあ EQ して、はい、高音とか低音とか全部のバランスをもう一回整える、うん、そうですね、ですよね、あの CD に焼き付けるために一番最適な音を作るということですね、はいはい、そう、最終段階ですね。そうですね。で、まあ要するにもう、20年も前ぐらいから出たアルバムもですね、はい、最近ははい、テクノロジーがすごいんで、うん、デジタルのマスタリング機械がありまして、はい、ね、それを、デジタルリマスタリングというんですが、うん、もう昔のロックバンドのですね、はい、マステリーダウンとかですね、はい、いろんな人たちが、まあ、ボックスセットを出して、うんうん、まあ、イーグルスかなんかですね、そういう感じで、まあ、それで、音がもう格段に良くなると。そうですね、スタジオで聴いてた音とかなり近い感じで聴けるぞと。そうですね、うん、松藤のドラマこんなうまかったんだなんだ、解散しなくてよかったじゃん俺が下手だから解散したんかいみたいな解散、松井さんこんばんは、はい、昨晩、これはフロムミカ、昨晩テレビを見ていたらある番組で長崎の中学校へ原田泰造が訪ねていき生徒の相談を受けるという番組をやっていました。これはふんどし先生ですね、最近なんだっけ、ハプネモ、違うな、ネモハプ違うなハモネプ、ハモネプ、うんうん、みたい、あの分量はすごいなんか多くなってるんで、僕あんまりこれ見てないんですけど、最近、うん、その中で一番、その中で一芸のできる子は校庭に集まってみんなの前で披露という、箇所があったんです。体格の良い中3の男の子がデブの奇跡という芸をしたんですが、それはデブなのにバク転ができるというものでしたそしてその身軽なデブはヒーローになり、予想通り海バンドのヒーローが勝っていました予想通りかい海バンドのヒーローをバックにスローモーションでデブと原田泰造が抱き合っているその中に海さんが混じってるみたいで、なんとなく非常に複雑な気持ちでしたなんだか超かっこよかったベストテンの時のヒーローと同じ曲なのに目から入ってくるものってすごい影響ですよねあれ、スローモーションで最後バーッとこうね、抱き合うとかありますからね、はい、金之助、はい、海さん松井さんこんばんは、今日は急に花粉が飛んでるみたいですが大丈夫でしょうか。もう今日もすごいんですよ、皆さんすごいですね。昨日が全然ダメ、昨日あんま飛んでなかったんで、今日一挙にですね、3倍ぐらいの勢いで飛んでるらしいんですが、うん、私は花粉症です。今日は毎月母が通院しているので車で連れて行く日 でしたんでくしゃみをこらえながら運転してました海さんは運転しますか。くしゃみをするときって目をつぶりません皆さんどうなんでしょう。とりあえず今日は無事に帰ってこれました。あのね、渋谷のね、渋谷から三茶に向かう、三茶に向かうときに、長いトンネルあるじゃないですか。ありますね。あそこって、すごいこう、スロープでこう下っていきならカーブになります。カーブになります。怖いですね、あそこ。あそこみんな飛ばすじゃない。あんなとこでくしゃみして目つぶったら大変やで。怖いやね。もうすごく怖いで。うんうんうん。だからくしゃみの時に絶対目をつぶる人っている、うん、いや僕全然目つぶらないんですよ、うんうん、
でも運転の時にマジでですね、くしゃって怖いっすよ。俺も俺ね、うちの谷沢ね、はい、あの花粉症じゃないんで、うん、まああのデブの奇跡ですけどデブにしちゃったよ、あれ運転手怖いですよね。怖いですね。松寿司はなんともないんだよね。花粉症ないですよまだ。松杉っていうぐらいですからね。すいません1曲目アウトロー。はい、アウトロー、今これ聞いてたら松藤が何感想の3番3番のサビあたりで胸がつりましてね胸の筋肉がね、もうスティック片一方飛んでて片手で一生懸命。でもちょうどあそこってスネアが抜くとこでしょ。そうです。だからハイハットで、なんとかごまけてリムだからね、チッ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 片手でやってます。しかもそれが OK で、はい、OK か、OK か、OK にするなよ見てたらものすごい嫌だったの、それ目線に開いてたらもううーんって言いながらやってましたからね。もう筋肉ってさ、つるもんね。突然ね、こういう時にもうここしかないって目ちばしらせてやってる時にね、もうそうだよね、この前こんな曲だったらね、そうだそうだ、それが OK かよ柿沢、はい、柿沢 D はまだ帰ってきません。今日帰ってくる、今日帰ってくるとあいつ言ってたの、ね、なんかね、どっか寄ってるのかもしれない。一応ね、後片付けっていうメールが来てるんですけど、うん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 、でちょうど今ね、飛行機乗ってるとかってそういう感じらしいんですよ。うん、そんなメールもありましたよね。なんかね、なんだよお前もう、いやだからもう帰ってきたら知らないふりしよう。うん、足立区の、野地恵、野地恵です。先週の土曜日の朝、土曜日の朝ね、ラジオ、かっこ赤坂方面の放送局をつけたら、うん、オリンピックレポートのある1、2本の番組が流れてきたんで、聞いていると最後に女性レポーターが柿沢真理子でしたとのたまわれた。ほう、私もあれ文化放送かなと思いダイヤルを確認したんですが、赤坂方面の放送局に間違いありませんでした。あれは私の幻聴だったのか、それとも紛れもなく本物の柿沢城で、ああいう番組は各局の方々が持ち回りで担当なさったんでしょうかということなんですが、うん、そうなんですよね。今久保君に聞いた、うん、そうなんですね。あの、まあ、要するにその行く年来る年みたいなもんで、はいはい、だからいやだって久保君さんは昔のね、だからそう、うん、この時間帯は文化放送の柿沢がやってるってことですね。ある時間帯に日本放送の誰がやってるとか、うんうん、そういうことなんだ。はあ、あいつね、あのほら、もう先週とか先々週とか、あのレポートしてもらってるじゃないですか、うん、うまいじゃん、喋りうまいです、喋りうまいし、うん、メールもうまいよ、すごい要領よくて、うんうん、あ、一番向いてないのに仕事ついてんだよな、あれ、ディレクター。ディレクター一番下手。もう、マネージャーの中野君でよく酒飲むの、一番向いてないかもしれないですよね。原稿書けるし、読めるし。いや、それでこの、今週ね、すごいんだよ、なんか、書き算をね、美化したメールがいっぱい来たって、やっぱこれ、だからなんで美化してるかというと、うん、まずあの声を2週ぐらい聞いたの。そうですね。それともう一つはね、姉ちゃんが JAL の、うん、あの国際の塩ですっていう、はい、そういう、その引き出しがみんななんかできてて、れいちゃん塩ですが、ま、柿沢の声だからなんとなく美人ってみんな、それ違うよ、バカだなみんな、もう今日いないよ、はっきり言ったけどバカだみんなこれすごいんだよ、あの東京都陽子、聖夜の柿沢さんを開催部に、レポートで一緒に載せてください、綺麗な顔を見てみたいです、お願いします。バカ野郎お前愛知県のドキドキです。先週も思ったんですが、柿沢さんの喋りって深津絵里を連想しました。そんないいもんか。実際はどんな方なんでしょう。芸能人だったら誰ですか。言えないよそんなもん。いない。いない。うん。それでね、その柿沢のね、メールです。はい。はい。柿沢松江さんこんばんは。大会もやっと終了しました。うん。ほんと長かったです。こちらに来た当初はあまりの寒さで、この先どうなるのかと、凍える毎日でしたが、この3週間でソルトレイクにも春がと言っても、気温は一桁ですが、最終日などはランニング&ショートパンツのおじさま、かっこ現地の方ですね、うん、を見かけるぐらいになっていました。大会自体は日本的には盛り上がりにいまいちかけましたが、最後はロシア&韓国などの問題で変な方向に盛り上がりを見せて、いました。ショートトラックなどは競技自体をオリンピックからなくすかもとか言っていて、頑張ってる選手のことをまるで無視といったような感じです、うんうん、そうなんですよ。そうですね。でもあれ難しいと思うよ、あんな近くから見ててもさ、分かんないでしょ。分かんないですよね。マジであのショートトラックのさ、うん、あのリレー知ってる、リレー、あの狭いところでさ15人ぐらい、なんか15人っていうのはちゃんとあの審判の人に入ってるから、いいじゃん。あんなところに十何人もいて、であれ後ろからこう押すじゃん、うん、リレーの時わけわかんないじゃん。そうですね。
あれさ、急にあの競技見てなくて、うん、あのリレー見に行ったら、うん、こいつ何やってんだろうと思う、と思わない？ローラーゲームみたいな感じ。ローラーゲーム。ね、東京ボンバーズ。うん、後ろからポン。佐々木陽子みたいな。私はこちらで、現在片付け中です。金曜の夜は、キロについている真っ最中です。なので、来週のオンエアからもあり得ます。うん、ね。毎日1300メートル以上の山で暮らし、高地トレーニングを積んでいたようなものなので、心拍機能が高まっている柿沢をお見せできると思います。っていうことはこんなに、胸がでかくなった。そんなことないでしょ。あれ、あれ以上増えないあれ以上ってこれ、何もないんだけど。ではまた来週からよろしくお願いします。あ、もうね、戻ってきたらね。うん、やっぱりお土産の種類で、そうだね、いや頑張ったねっていうような感じですかね、うん、お土産買って帰りますってメールもありましたからね。ああ、うん、何がやっぱソルトレークのこけしですか。塩こけし。はい、ガラスの動物園ってアルバムなんか、さっきアウトの地下室のメロディーっていうね、はい、アルバムからだったんですか。ガラスの動物園、というアルバムからテレフォンの色さ。はい、去年のですね、6月27日から、はい、2月13日まで、はい、ハイバンドのデジタルリマスタリング12ダブルと12枚、はい、出たということでですね、うん、リマスタリングリリース、記念ということで今夜はハイバンドでお送りしております。はい、ということでこの辺でファックスメール受付、はい、どうぞ。ファックスは東京03-5269-1138、メールは kai@joqr.net、はがきは郵便番号 160-8000 に文化放送西安号21海洋資料の係までお願いいたします。はい、東京都は豊島区、ペンネーム、NYY、 ハイゲ解散松井さん、こんばんは。先週は不可恐の話でどうもお探ししましたところで、解散も不可恐が気になってしょうがないそうですが、以前不可恐は新曲の発表会で、恥ずかしいので人前で歌うのはもういいですとコメントしていました。お、変わってるな。僕はこの光景を起きたすぐの目覚ましテレビで見てしまい、同番組では曲の触りを流しただけだったので、二度と聴けないかと思うと、一体絶対どんな曲なのかと朝っぱらから気になってしょうがなく、その日の午後ついつい CD を買ってしまいました。どうやら僕は不可恐ワールドにどっぷりとハマっているようです。でも気になってしょうがないとの甲斐さんが、ハマるのも時間の問題と思います。ようこそ不可恐ワールドへ。それでもやっぱり激辛料理が好きで、寿司以外のシーフードが苦手、風呂や温泉が嫌いで、もっぱらのシャワー派、全ての昆虫が天敵で、性格はおっとり屋さんとのこと、そして身長163センチで、靴のサイズがなんと26センチの不可恐が、証拠りもなく、僕は大好きです。どんどん好きになってください。あの人、下半身でかいもんね、なんか。こう、戸田市、竹内明。加山松井さん、こんばんは。埼玉のさざ波健二、あ、すいません、ペンネームでしたね。僕は今目の手術をするため、20年以上前に昇進の甲斐さんが長期滞在をしていたセンチュリーハイワットが目の前に見える。お前ボケ直すなよ。離婚当時ですか、違うか。目の前に見える病院に入院しています。僕の若くて美人のって、お前僕のじゃないだろう、これこいつ間違ってる形容詞。お前なんで美人の受付がお前のもんなんだよ。僕の若くて美人の受付看護婦の愛さんは秩父高校出身だそうです。正月に実家の秩父に帰ったところ、居酒屋で藤原竜也君 を見かけたそうです。はい、地元での彼らの評判は大変良いそうです。看護婦愛さんに、今度会ったら深田恭子はどうなのと藤原君に聞いてみてと伝えておきました。3月1日金曜日は手術の予定日です。多分ベッドの上で安静状態で聞いています。ね、不可恐ワールドですかね。すごいですね、不可恐。なんかこうよくわかんないけど、深いのか浅いのか、不可恐浅恐なんかよくわかんないもんね。まあでも甲斐さん片足突っ込んじゃったな、もう。ですね、去年の6月27日に「英雄と圧巻ガラスの動物園このようにさんなら」っていう3枚がまず甲斐バンドデジタルマスタリング出まして、うん、9月7日「トリコゴールドランマイナスゼロ」と、これは2億3部作ですね。そうですね、でこの今谷沢がですね、売ってるワープロで売ってくれたやつがあるんですけど、ラブマイナス全全お前ね、どうすんだよ、正座して俺たちがバカもん。
善をして何自分あの心の心から愛を取るのかよ。マイナスして。ラブマイナス善。どんな曲やねん。去年の11月28日に誘惑カイバンドストーリーマイジェネレーション、はい、で2月13日、ついこの間ですね、100万ナルナイトのこれ2枚組の武道館ライブと、はい、近い室のメロディーとザ・カイバンドってこれもライブ、うん、一番最後のライブですよね、はい、っていう12枚が、まあ、出たということですね、ということでこの世にさよならというですね、はい、4枚目ですね、4枚目のアルバムですね、はい、24ぐらいですかね、僕ね24歳ですよね、1977年です、これはですね、ものすごいレコーディングで手間かかりましたね。時間かかりましたね。マンドリンを普通よりちょっと落として、はい、ピッチを、はい、でちょっと高速回転にして、うん、それ何でかって言ったら、大森さんは弾けなかったんでね。だってギタリストだもんね。ね、この世にさよならから、ブラッディ・マーリー。はい、ブラッディ・マーリーっていうことですね。はい、大森さんのね、マンドリン聞こえませんでしたけど、そんなに BGM そんなに極端に絞んなくてももうちょっと後ろで流してくださいよ。東京都、ブラッディローズ、はい、加谷さん松田こんばんは、さて通勤時に通る、遊歩道ね、地上から3階の高さに遊歩道に男性の運動靴が道路向きに揃えて置いてありました。ほう、たまたま警察署に面した道路なので皆自殺説、うんうん、異次元の入り口説、捨てるついでにおちょくってるなど、もろもろ説まで説が出ましたが決定版なかったです、うん、一体点点点、うん、なんでしょうね、なんでしょうね、よく電信柱にして靴が揃えて置いてあったりしますけどね。そうそうそう、あれは、うん、あれは思わず上見るよね、電信柱誰か登ったのかと思ってね、うん、これちょっと考えたんですけど、うん、行儀のいい人が靴を洗って干していたってことですか。一番日当たりがいいところで、この辺りで。で行儀がいいんで揃えてたっていうの、うん、ダメですかね。こんばんは、三重県はタコワン、はい、お昼休みにテレビをつけたらあるワイドショーに松山千春が出てました、うん、はい、鈴木明年越しの弁護的立場で出演されたようです、うん、はい、ね、って言って僕がこれ読んでるからって裏番組聞かないようにね。野党議員の方と壮絶な言い合いをしてましたがやや劣勢っぽかったです、うん、宗男さん、真紀子さん、小泉総理の3点について聞かれていたんですが、松山さんも野党議員の方も人が話しているのも気にせずペラペラ話すので結局3点ともまとまらずに終わった感じでした。反発を買うのも不利な立場であることも分かりきっているのに松山さんはなぜこんなところで頑張っているのか、なんかなんだか嫌な気分になってしまいました、うん、これ今までの流れとかつながりもあるだろうし、ええ、ね、うん、で僕思うと、まあ、僕それ見てないんですけど、はい、翌日の新聞で読んだんですけど、はい、その今までのその、まあ、つながりとか流れもあるだろうけど、うん、やっぱりね、得したこともあったんだよ絶対。そうですよね、絶対そうだと思う、そのつながりの中でね。だからなんとなくみんなが不穏な感じがするわけでしょ、うん、ね、で僕思うんですけど、なんかあの人たちって何が正しくて何が正しくないのかっていうのがもうかなり分からなくなってると思う。そうですね、絶対そうなの、うん、だってさ、なんだっけ、その地域貢献って言ってさ、ええ、その地域 その利益誘導型政治とかって言うじゃん、うんうんうん、だけど結局根室だけにだってあの利益誘導型ですよって言いながら根室に持ってきたらですね、建設会社1社しかないらしいんですよ。それはお前それは違うだろ、利益誘導とって。そうですね、だからお前そこで持ってきて利益誘導って言っても、うん、何社かあるからそうなるけど、うん、そこで競わせてね、ね、うん、1社しかなかったらそれは繋がってるでしょって言われてもしょうがないもんね、うん、今もう「胸男欄」って言われて、雑誌界は爆発的に売れてるんですよ、雑誌もう胸男の記事書けばですね絶対売れるわけですね、ものすごい売れるんですよ今。一番ですね、一番近頃最近困ってた新潮、うん、週刊新潮週刊新潮、これからご存知じゃないですよ、三大新潮ですかね、すいません、知らないと、そんなの知らない、それも小説新潮がなんとですね、今もう発売初日かなんかでないんでしょ。そうみたいですね、すごいんですよ、新潮が今ダントツ売れてて、うんうん、ほら新潮ずっともう2月ぐらいキャンペーン貼ってたじゃないですか。そうですね、やってますからね、やったでしょ、うん、で次に文春なんですよ、うんうん、すごいですよ、ね、今ね、胸をケーキって言ってるらしいですよ、雑誌は。本当に。す
から文芸春秋社とあの新潮社は、うんうん、多分すごいボーナス これで出ます。すごいな、いい小説で読ませてほしいな。どんな胸をケーキやねんみたいな。宗男さんがケーキ届いたりしてね、そんなことない。すいません、はい。エータッカンというアルバムの中からですね、これはもう、これは好きでかけたかった。風が歌った日。はい、アースエイクプレゼンツ、海洋城の聖ヤング21。この番組は、アースエイクの提供でお送りしています。神奈川県は、ふみお、はい、片松先生、こんばんは。突然ですが、家族の秘密ってありますか？私はつい最近になって今までおばあちゃんと呼んでた人が本当の祖母でないことを知りました。秘密っぽいな。私がまだ子供だったら子供ならショックだったと思いますが、もういい大人のショックというよりもごくごく平凡な家庭だと思っていたうちにも家族の秘密があったのかという気持ちでした、うん、っていうところで終わってるんですよ。じゃあ誰なんだよ。どうだったんだよ。どうだったんだよ。オチがないじゃん。ものすごく気にならない、これ。気になる。じゃあ祖母だと言われてたそのおばあちゃんと呼んでた人はじゃあ何なんだよ。誰なんだよ一体。誰なんだろうね。すごく気になるんで、ぜひ来週ですね、はい、オチをください。はい、出ました。ラジオネーム村ちゃん18歳、うん、出たよ。いっぱい来てるよ。もうなんかね、兄弟みたいな子、兄弟に思ってんだ、うんうんうん、思ってますか、僕らのこと。なんでだよ、お前。解散、聞いてくださいって2回も呼ぶなんですよ。天国と地獄じゃないんだからね。水曜日になぜか強気で合格発表に行った私。一緒に行った友達は、見事に最後の一つが受かってましたが、僕はものの見事に撃沈しました。あら絶対叩いちゃいけないんだけど。あとは望みの薄い、国立だけなので、今季は絶望的とかそうじゃないとか、しかも帰りに寄ろうと思った東急ハンズは定期日で閉まってるしっていうのも来てるんですよ、うん、でその今度はその2ね、村ちゃんその2、こいつね、ほんとふざけてんだよ、こいつ受験生なんだからね。甲斐さん真面目に聞いてください。高1の時から仲の良かった仲間同士で受験の打ち上げにスキル旅行でも行こうかってことになって、大体プランが決まってから母親に相談したところ、まだ受験全部受験終わってないのにあんた浪人なんだよと言って猛反対されました。最悪ですって。お前が最悪だよな。親の事件じゃない上によく分かってないくせに俺より熱くなってバカみたいです。こいつすごいだろこいつ。4人で行くか5人で行くかでは1人当たりの値段が全く違います。友達には電話でめちゃめちゃ謝りました。こいつね、物の本質全く分かってません、世の中っていうのは。村ちゃん、もうお前ね、もうメール書かなくていいから勉強しろよ。お前今から勉強して来年目指して。本当にもマイジェネレーションってあるもんから、これシングルですね、タッチ。はい、海洋城1121ということでですね、タッチを、うん、これは音いいっすね。いいっすね。全然違います、うん、これ伊藤たけしありません、あのミックス不思議とじゃありません。そんな感じですね。海さん、松田こんばんは。青森のレッドスターです。はい、昨年10月からスタートしたセイヤングもあと一月でフィナーレを迎えますね、うん、来たね。4月からはもう金曜日の晩だけ猛ダッシュで帰宅したり、録音するのにしつこいくらいクリーニングテープをかけたり、ヘッドホンで聞いているためつながっているコードへ猫が攻撃してくるのを払いのけたり、テレビを見ながらイチャモンつけてる父に適当に相槌を打つなど、そういった時間がなくなるかと思うと一抹の寂しさを覚えます。でもね、しょうがないですもんね。まあ春になるとこういう別れはある。うわー、柏原芳恵。春なのに、うわおー、福山陽子、大田区。はい、もう世話終わっちゃいますね。聞いてしまうとあっという間の6ヶ月。これから金曜日の7時9時が、会って悲しくなっちゃいますね。この時間をこれからどのように過ごせばよいですか。またこのような番組を作ってください。松井さんとコンビで2人の息がぴったりで楽しく聞けました。この番組が情報源でした。世の中辛いことばっかりなんだなぁと教わりました。番組やったことですね。よかったですね。大事なことですね。はい、じゃあね、トリコから、はい、ウオモノの愛聞いてください。アース製薬プレゼンツ、海洋城の聖ヤング21。この番組はアース製薬の提供でお送りしています。はい、ということで、リマスターリング、リリース記念ということでですね、海バンド、12枚の中からお送りしております。はい、海さん、松田さん、こんばんは。愛知県の高です。先日、会社の会議室での出来事です。あるコンサルタントの若い男性がプレゼンのために出席されていて、テーブルの上に持参したお茶のペットボトルを置いていました。それを見た専務が、君そんなお茶のボトル持ち込んでけしからんと言ったんです。その先生、申し訳ございませんと慌ててカバンにしまってました。
それから15分ほどして社長が遅れて会議室に到着。手に飲みかけのペットボトルを持参してました。こんな気まずい雰囲気の会議室にいる気持ち、甲斐さん分かりますか？ちなみに社長が持っていたのはサントリーのダカラでした。誰もがダカラって転んだから下げてたんで、なわけないだろね。リマスタリングシリーズということですね。ともみ、リマスターでカーテンを聴き、この歌を初めて聴いた中学生の頃に一気に引き戻されました。最初に聴いた時、なんていやらしい人なんだろうと、まだうぶな中学生の私は思いました。そうかもしれないな。しかし明るく消してもためらわないねって会社に言われたらどうしようといつも考えたのを思い出します。あ、ほんか。ラジオネーム陽子、甲斐さん、松井さん、こんばんは。私はめまいのサマーブリーズの最初の甲斐さんのあーというため息をカーテンの最初と最後に編集して聞いています。バカです、ね。これは松藤のボーカルのやつを次に書きようと思うんですが、はい、うんうん、はい、これをこの曲を書けるときに終わる頃にぴったり8時にしたいんですね、うん、あ、したいんです ね、 ですね。じゃあ喋っていいですね。はい、甲斐さん、松藤さん、こんばんは。先週ボブのことでメールした原修司です。なんとついに3部作がアップされてました。え、されてました。私もボブクリアハンドホームページ、うん、あ、そうですか。ブライアン・フェリーと、ロイド・コールの間です。個人的にはデビッド・ボーイより上にあるところが嬉しいです。何順なのか不明です。まさにパワー・トゥ・ザ・ピープルですね。これを機にぜひ4月1日より甲斐さんの海外宣伝担当ということでお願いします。できれば週2日休みたい。何をほざいてるんだお前は。ってことは、もう膨大な数なんでしょ、うん、ありますね。だからミックスだけとか、レコーディングしたやつだとか、別々のリストになってまして、はいはい、まあ、そのレコーディングしただけっていうのは相当少ないにしてもね。そうですね、うん。これでも、何順なんですかね。ブライアン・フェリーとロイ ABC 順だったかな。へぇ、うん、あ、そう、うん、なんでブライアン B、 B、 ロイド・コール R、 R、 うん、あ、違う、うん、あ、コールになるんじゃないか。 ABCK だもんね。なんでや。なんで外人はあの名字の方で並べたりしますから。あ、そうだ、うん、ブライアン・フェリー F、 F、 ロイド・コールコールで C かな。 C、 うん、全然わかんないじゃん。説得力ないね、松井さん。いや、でも多分そうだと思いますよ。あ、そうか、うん、愛知県のドキドキです。甲斐さん、松井さん、こんばんは。バレンタインデーの2月が去り、ホワイトデーがやってきます、うん、はい、ホワイトデーですね。鬱陶しいです。鬱陶しいです。はい、旦那が毎年勤め先の、パート事務員数人から義理チョコをもらいます、うん、チョコは私のお腹に入るんですが、ホワイトデーのお返しを用意するのも私です、うん、はい、一応上司なので倍返ししなくてなりました。あら、こんな義理の贈答の風習はなくなってほしいです。お歳暮が多すぎて離婚した芸能人もいましたよね。ね、はい、はい、あれはすごかったですね、うん、今思い出しても、だってスイカがどれだけ送ってくるとか。生ガキがどれだけいいじゃん。しかもね、あれだけ言っといてですよ、うん、あのあとですね、ある記事見たらですね、はい、お手伝いさんが3人いるらしいんですよ。あんたやってないじゃん。じゃあ絶対お手伝いやってると思わない？うん、3人もいるんだよ、うん、持って帰ってもらえばいいじゃないか。しかもですね、イタリアの家具に全部囲まれてるらしいです、家の中は。っていうふうに、あの、FM 東京で穴井優子が言ってました。それだったら私我慢するわけだから、穴井優子は。残ったら。これだけど、あの、この人が食べるわけですからね、うん。食べるわけですから、まあ、それぐらい用意しなきゃ。うん、お返ししないとね。でも、なんか、ホワイトデーってドキドキしますよね。いや、俺ね、あの、うちの兄貴の娘がいつも送ってきてたんですよ、うん、僕絶対忘れるじゃないですか、こういうの、うん、そうですね、ええ、うん、だからいつの間にか、まあ、もう、 うちの家族のものが送ってたらしいんですよ。なるほど、うん、やめてほしいですね、って僕ずっと思ってたんだから、ついに、うん、彼氏ができたんでしょうね、うん、2年前からパタッと来なくなりましたね、なんかそれもちょっと悲しいやろ、寂しい。まあ、ようやくおじさんから離れたのね、はい、じゃあ、近くする前に、これ、松藤の方からです、ダイヤル4。はい、時刻は8時を回りました。はい、ダイヤルフォーマーセ、うん、素晴らしいですね。いいですね。最近ですね、某ロックバーに行ってですね、はい、あるレコードがかかって、うん、これそっくり歌いました。お前ね。バッファロースピングフィーズじゃないからな。まんま歌いましたね。俺ずっと歌ってて、あの福さんが何その歌って言って。すいません。すいません。これでも僕ね、初めてあのドラムを叩かないで、そう、これはあのあれですよね、ドラムコルグじゃなくて、これなんだっけ、ロゴランドの
ドクタービートっていうちっちゃいリズムマシーンで初めてあのミキサー側からみんなが演奏してるのを見ながらコントロールしてレコーディング見たんですよ。面白かったですね。これリズムボックスにプラスですからね、ものすごいですよねこれ。だからこれあの最初星さんが何するんだとか言ってたもんね、うん、リズムボックスに合わせてブラスセクションダビングしたんだもんね、びっくりしましたね。でももうこんなのは普通じゃないですか。だってだからものすごい早いですよこれ。そうですね、打ち込み前の世界です。そうだからこれ松井さんと二人で話してね、うん、こっちこれの方がいいよねって言って、うん、大物の方すごいやがそうね聞きにくいよとか言ってましたからね。聞きにくい、だって鈍感はないんだよつくって言ってるだけですからね。そうですね。はい。これかな。着メロ。はい。氏名陽子さん。加谷さん、松井さん、こんばんは。友達に携帯をいたずらされたことに気づかなかった私は、着メロがいつの間にか観覧車から八代亜紀の雨の慕情に変えられていました。電車の中で鳴った時、まさか自分の携帯だと思わなかった。ロックかけとこうね、みんな携帯には。あ、そうかな、うん、触れないように他人が愛知県高、はい。私の知り合いで、変なやつがいます。結婚しても結婚前の名字でという意味の夫婦別姓を別の性別という別姓と勘違いしてるって。夫婦が同姓だったら怖いよなとの話しかけてきました。お前が怖いわ。私はお前が怖いわと思いました。あ、こいつ同じツッコミだわ。ちなみに彼はいろいろと前科があります。インターネットに接続する業者をプロダイバー潜り上手プロダイバーすごいな。台風が通り過ぎて晴天になることを台風一家と言いますが、うん、この一家を一つの家族一家と思っていて、落合博光の家族を接待したようなという形容詞だと今でも思っています。台風一家、台風一家、うん、プロダイバーすごいな。すごい、ね、うん、使わせてもらおうどっかで三重県タコワン、はい。先日美容院に行ったらある櫛を勧められました、うん、何でも櫛のトゲトゲ部分のゴムにトルマリンが塗り込んであるらしいです。トルマリンって何ですか。あのこうなんかあのなんかこうつけてたりするんですかね。トルマリン漬け、うん、トルマリンか、トルマリンか、うん、あのなんだかあのこうあのタオルに染み込まして、うん、口に入れたらうっとかってあれなの。あれはなんだ、気絶しちゃうやつですよね。そう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 、うん、このところ注目を浴びているマイナスイオンを発生するものですが、この口で髪を溶かすと静電気を防止してくれるし潤いも与えてくれるしボリュームも抑えてくれるという優れものです。おお、なるほど。かねてから自分のくせ毛に手を焼いているので早速買ってきて試してみました。結果すごいです。櫛を入れるだけで髪ツヤツヤ、あのだから潤いがあれするんですね、うん、このなしか羽もおとなしいような。気になるのはこの効果いつまで続くかということですが、とりあえずは大満足です。電磁波嫌いの会社にも一本お送りしましょうか。マイナスイオンってなんか今いろんなのにあれしてるじゃないですか。あ、空気清浄機もイオン発生したりとかありますからね。ですよね、うん、僕全然よくわかんないんですよ。何なんですか。何なんですか。まあなんマイナスイオン、ああということはイオンをなんかそうやって、イオンの効果をマイナスにしてるんですね。そうするとなんかがいいんですね、きっと。なんか全然わかりませんね。マイナスなオンだったらいいのにな。だうわっ、俺すみません、今日なんか犬の散歩してて急にさ、なんだっけ、あの猫の、うん、尋ね猫のポスターってあったんですよ、はい、バーンと写真貼ってあって、うんうん、で性別なんとかとか書いてあって、その一番下に、マイペット探偵局って書いてあるんですよ、うん、なんかそういうようなところで、尋ね猫とか尋ね犬とかっていう、うんうん、尋ね動物を、はい、多分こうやって受け負ってるところがあるんですよね、あのマイペット探偵所、うん、その瞬間、え、なんでオナペットって書いてあるんだよそれであ違うと思う、あのマイペットだと思ってオナペットってあったなと思ってうわ、今言わないじゃん、オナペットって言わないですよね。言わないでしょ、オナペットって。オナペットってあったなと思って、厚みまりとかですね、なんかわかんないけどね。そうですね、錦まさい、結婚してあの桑原なんとかとかですねマイガールじゃなかった、違った、プレイガール、プレイガール、うん、あ
あれはすごい。日本人ってああいう変な英語ってものすごくうまいよね。いいですよね。なんか分からないけど懐かしいな。懐かしいでしょ、うん、俺自分でものすごく受けたの。なんかあの本当に一人喋りたかったんだけど、うん、犬だから喋んなかったんだけど。オナペット探偵者。すごいな。ゴールドというアルバムから、はいはい、マッスル。はい、マッスル。今ですねメールが来まして、はい、横浜市上の空、うん、ついさっき裏番組の冒頭で今回の胸を擁護発言で一躍時の人となった松山千春氏がファンのみんなこの度はご心配おかけしましたと全然心のこもってない謝罪をしていました。聞くなって言ったろ裏番組お前。アースセークプレゼンツ海洋城の水泳21、この番組はアースセークの提供でお送りしています。ここで文化放送ニュースです。報道部から高橋正一アナウンサーぎっくり腰らしいですがよろしくお願いします。やりすぎなのかな、やりすぎなのかな。25歳、うわやっぱりね腰に力入らないからね、うん、今あの間違ってましたね、赤高いとか言ってましたからね。いいね正一。でもなんかこのからほのぼのしてるやつのこと正一って呼ぼうね。うわ正一っぽいみたいな、正一っぽいみたいな。東京都はじめ、はい、先日アンテナ猪木のお誕生日パーティーに行ってきました。こいつだ。多数の格闘家や芸能人が来ていたのでもしやと思い甲斐さんを探しましたよね。ドルフィン行くかもうネタがませんでした。残念。アントニオ猪木は相変わらずすごい構想を持っていて原子力に代わる世界初のエネルギーを発明して大儲けするそうです。来月にはプレスアップがあるそうなので楽しみです。しかし芸能界って怪しい雰囲気が漂っていていいなと思いました。甲斐さんも4月7日にファンクラブも参加できるお誕生日パーティーを企画してください。盛大にやりましょう。これね何兆円も儲けるらしいですよ。何でしょうねそういうパーティーって。いや大丈夫で猪木がその発言してたんですけど、このエネルギー のすごいあのこの発想構想なんですね、何兆円も儲けるらしいです。うまくいくと。いや本当かどうか知りませんけど、アンテナ猪木は何を考えてるのかよく分かんないですもんね、アントニオ猪木があの CX で某スポーツ番組で時々詩を読むんですけど、ありますね。どっかの島から読んだりするやつですね。はい。あれあの時のリアクションの浜ちゃんと三宅めちゃくちゃいいでしょ、うん、何を言いたいんだこの人だってよく分かりません。あのだからあのねああいう風にしてるとですね、うん、AB 型がですね血液型の AB 型がみんなああいう人だと思われるからAB の人は大変ですよね。嫌ですよ絶対もう、一応かわいそうにって違う。福岡市は、滝川由紀恵、はい、母さん松田こんばんは。先日友人から美味しいバイト単発を紹介してもらいました。1時半から3時半の2時間で6000円という水商売並みの、待遇です。友人は子供がいるので行けないというので私が代わりに行きました。ある大手広告代理店の会議室で集められたメンバーは8名の35歳から60歳までの女性でした。私を除き、皆さん旦那、子持ちでしたがね、バイトの内容はある健康食品に対してのイメージ調査というものでした。もちろんその健康食品を飲んでの味の感想とかその商品に対してのイメージとか CM に対しての意見などなど、いろいろ聞かれましたがあっという間に2時間は経って美味しいものは飲ませてもらえるしで楽勝でした。やっぱテレビ CM で流れる健康食品は高いのはこういう市場調査やなんやでお金がかかってるからなんですね。試した健康食品は牛乳で割ると飲むヨーグルトみたいな味になっていて非常に美味しかったです、うんうん、氷と水で割って焼酎を入れると健康的に飲めそうな感じでした。なんてだよヨーグルト。いただいた6000円は帰りにバレンタインのチョコを買ったらほとんどなくなりました。あ、僕らが今村さんからもらったようなチョコレートなんですね。ゴディバですね。ゴディバ、うん、そんな高いんですか。高いみたいですね。だって6000円ってことは4、5000円かかったってことですよね。そうですね。なんだかなみたいな感じですよね。なんか先週さ、はい、なんだっけ焼酎に入れてた梅の話、うんうん、それ食べて陽気になったとか話したじゃないですか、はい。この人はですね、同じやつだ滝川幸恵、はい、加藤松井さん、
お酒はいつ頃覚えましたか。お酒はいつ頃、うんうん、はい、先週の梅酒の話で、私がお酒を覚えたのはこの梅が最初だったなと思い出しました。小学校の頃神経質ですぐにお腹が痛くなってた私に、梅酒の梅を薬代わりに梅酒に使ってる梅ですね。薬代わりに親がくれた頃から私の飲酒歴が始まったようです。それから美味しくてお腹が痛くなくても食べるようになり、うん、中学校の頃は風呂上がりに梅酒に蜂蜜を入れ水で割って飲んでました。中学卒業の時は男友達の家で数人でその子の家のビールを全部飲んで騒ぎました。とは言っても可愛いもんだと思いますが、高校に入ってからは完全に、梅酒はオンザロックでした。我が家は何かというと赤玉ポートワインが食卓にあったんで、多分小さい頃からいろいろ舐めるように飲んでたんでしょうが、ということです。松氏、あ、大体ね、九州はですね、もう3、4歳の頃から正月は絶対飲ませられますからね、うん、お前飲めっていう感じはありますね。何なんでしょうね、あの、うん、考えたらあそこは乱暴ですよね、うん、堂々と飲ませますからね。だっておとそ代わりに日本酒だったでしょ、うん、そうです。そうですよね。おとそ作ったりしないですもんね。もうしないもんね、うん、で、おちょっこにあのパッと入れられて、はい、グッと行けグッとって正月やけん行け言われましたよね、うん、あれ何でしょうね。何なんでしょうね、あれ。あの限界なだ気質っていうんですかね。だから無法松の一生世代というか、うん、わけわかんなく乱暴ですもんね、うん、でもちゃんと飲むようになったのっていうのはいつなんですか。僕はね、中学校の同級生のうち泊まりに行ったのが3年の時だと思うんですけども、うん、そこの親父が松地君飲みなさいってロックですよ。えっ、ウイスキーのロック、ウイスキー、こっち飲んだことないもんだから。それってあれなんか日課だったりするの。日課もう覚えないですけど、あの頃なんか日課多くない、うん、なんか宇津井県がいつもおましょいでってすまん日課がないでもあれクイクイ飲んだんですよ、うん、うん、君強かねえ、もっと飲みにしたいって。あ、それダメですね。ダメですね。もうもちろんあの赤くはなったりぐるぐるなったんだけど、うん、しばらく気持ち悪くなんないで、もうクイクイ行ってもうボトル半分ぐらい一人で飲んで、松井君は中華系におかねえとか言われながら、うん、その時友達どうしたの。はもう付き合ってるぐらいだ、あんまり強くなかったんで、そいつが親さんが先に。だから親はちょっとそういうのがね、うんうん、飲める友達だって嬉しい、また、ね、他人だし面白いもんね、うんうん、そいつがどうなってて知らないわけだからね。もう案の定私あの寝ながら入ってしまいましたけどねうわーやだなそれ。ネゲロ、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 腹だネゲロ違うか、あのねのねうわ、僕はあのあれですよ、俺高校2年3年ってものすごく仲が良かったから、クラスみんな、うんうん、だから2年の時からもう球長だったから、宴会のセッティング全部俺がしてたんだよ球長だったからいややっぱそれは責任ある年だから。そうだね、学年委員長でね、うん、うん、だからものすごく責任あるやんそれで、柴田っていうやつのうちがですね、うん、ガンノスっていう町にあったんですよ、はい、だからそいつはあったらガンノスだったんですけどガンノスの柴田のうちを開けてもらって、はい、もうかわいそうですよ、親がですね、もういい両親で幼い妹を連れて誰かに泊まり行くんですからその時子供たちが今日パーティーだからみたいな。そうそれで小中15、6人20人ぐらいいるのに、うん、まあ大体2、3人外れるんですよ、うん、ですね、経産弱部そのうち部長になった柴田ってやつとですね、あとですね、なんだっけ、こうだいたいこうちょっと暗いやつなんですね、うんうん、外れるじゃないですかそれに、はい、ね、で、あと15、6人ぐらいです、うん、もういあの一軒家借りて委員会ですか。すごいね。すごいですよ。で、ですね、その後今ちょっと悪いことして坊さんになったですね、松市龍三郎っていうですねそいつと二人でもうカンカンに沸いたお風呂の中で、うん、松石がなんか男っぽくさ、はい、ちょっと風呂入って酒飲もうとか言って熱い風呂の中に日本酒バンって入れて、うんうん、でそいつとずっと考えた、あの時さ、うん、飲み始めた頃とはいえ、うん、2升ぐらい飲んでたもんね一人で、なんともなかったよなんか、うんうん、今はもうだいたいほら26、7ぐらいからさ、うん、日本酒ほら顔もむくむし、ええ、記憶なくすからって僕飲まなくなったじゃないですか、うん、そうですね、うん、ね、あれあの時飲みすぎてるんだよね考えたらもう一生分飲んでたわけね、まあ、日本酒はだって学生ってさお金ないじゃない、うん、
そうすると安い酒しか買えないから、そうすると日本酒か、うん、焼酎でしょ、うん、焼酎、霧島かなんか、うん、芋焼酎ね、芋焼酎ですよね、うん、あとあのなんか日課のほらあのでっかい、でっかいやつあったじゃん、うん、日課の、うん、安いやつ、はい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 、あれね、あのそうそう、メーカーの名前言ってんであれでって言っちゃダメだけど、うん、あれものすごく早かったでしょ、あの読むの、なんかこんなでっかいのなかった、なんかでっかいの、ありました、ね、それ開けたら、うん、あの開けた後にそこに貯金箱だったりして変なかった、なんかよく飲んでましたね、はい、ということで、飲酒には気をつけましょう、はい、はい、裏番組ちょっと聞きたかったね心のこもってない謝罪っていうの、そこだけ聞きたいな誰かテープ取ってないかな来週ここで書けようかな、じゃあラムアナゼロという、あラムアナゼロ前からですね、はい、はい、野獣という曲をどうぞ。アースエッグプレゼンツ海を知るの西安具21、この番組はアースエッグの提供でお送りしています。セイヤー、はい、今夜は、カイバンドリマスタリングリリース記念ということでですね、はい、デジタルリマスタリング12W の中から聞いてもらってますがね、ファックスメールはがきまだまだ受付中ということで、どうぞ松井さん。はい、ファックスは東京03-5269-1138、メールは kai@joqr.net、 はがきは郵便番号 160-8000 に文化放送西安具21海芳弘の係までお願いします。はい、本当はですね、うん、このリマスターデジタルリマスタリングリリース記念ということで、え、僕本当は2週間やろうと思ってたんですけど、さすがにそれはひどいだろうとこんな自分たちの曲そんな2週間もすんなだって最初こうバーって書き出したら結構曲あったんですよ、うん、書けたいのがねそう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 、それをですね、もう心折りにしてですね、はい、本当は松藤は2曲あったんですけど、まあ1曲減らしました、はい、杉原隆二37歳、有名希望、はい、加藤松田こんばんは、足立の杉ちゃんこと杉原隆二です。さて、今年も花粉の舞い散る季節と相なりましたが、甲斐さんは大丈夫でしょうか。ついに我が社の同僚、かっこ44歳、主婦、夫あり、夫が44歳、子供あり2人、19歳と16歳、うん、ね、我が社の同僚が、見た目38歳ぐらいに見える、少し可愛いかも、その同僚がですね、遅咲きの花を咲かしてしまいました。もちろん不倫です。相手は彼女が通っているママさんバレーの監督で、うわもう典型やな36歳妻子持ちです、うん、去年の10月頃から彼女の行動が怪しくなり、うん、今年になって旦那に内緒で数回有給休暇を使い彼に会っているようです。もちろんアフターファイブも時々、うん、そして週に2回かっこ火曜日と金曜日もお昼ご飯も外で一緒に撮ってると、ね、彼女は真面目なタイプだったのでこれからがとても心配です。いや楽しみです遅咲きの春は人生をもダメにしかねません。近いうちに何かトラブルを起こしそうです。今更止めるように言っても聞かないと思うので楽しみに見守ることにしましたおかげで毎日行動を探るのが楽しいです。よく調べましたねそこまでねこいつね、うん、なんでこんな行動パターンを全部、すごいな。同僚でしょ、なんでお昼食べてるか、これつけてるんですね。これ調べてるのか。うわ。やなやつやなこいつ。うん、これあの意外とですね、携帯持たしてですね、その携帯でどこに動いてるか分かってた。なってたね。怖いな。ネプチューンの番組かよ。もしかして自分のこと書いてたりするんじゃないのみたいな。あ。そんな気は。そうだよ、ええ。こいつだったよな、あれだもん。あの松藤に怪しいパーティーの依頼してきたやつだ。松井、いまだにまだその あの番号持ってるでしょ。どっかに、うん、ちゃんとあります。カバンの中にあります。まだかけてないよ。当たり前だ。そういうのってなんかかけるかけると思いながらなんか持ってることが面白いよね。うん、ネタとしてね。ね、ね。うん、それでは、ラブマイナス、谷沢曰くラブマイナス全のアルバムからですね、もう一曲、ラブマイナスゼロ。はい、甲斐さん、松井さん、今週もご機嫌そうで何よりです。先ほどメールを読んでいただいた文雄です。オチがないと言われかなりのダメージを受けています。関西人の私は今までにオチがないと相手に突っ込んだことはしょっちゅうでも突っ込まれたことはありません。まあ男であんまり突っ込まれないけどね、うん、なんちゃって、なんちゃって、おばあちゃんと今まで呼んでいた人が本当の祖母でなかったということがずっと家族の秘密だった。で、その人は一体何者なのかとのご質問でしたね。それは家族だけの秘密です
こんなオチはダメでしょうか。バカ野郎。群馬県曽田直子。解散の次に大好きなウルフルズのコンサート案内が今日届きました。なんと近くのホールは6月30日です。そう、サッカーワールドカップの決勝の日なんです。これすごいですよね。ワールドカップの間働いてるバンドやつがいるんですよ、ロックバンドで。すごいな、これ信じられないな俺。もちろんまだチケット当たっていませんが、会場に入れなくても、ライブでテレビ見たいですよね。そんなことはないと思いますが、解散のコンサートじゃなくてよかったです。ね、もうすごいですよ。なんだっけ、ウルフルズのボーカル何でしたっけ、あ、トーダス、うん、トーダス、トーダス、うん、ね、9週間ある番組が6週で打ち切りになるし、うん、銀座の恋はおまけにワールドカップ決勝ってことは、この間ツアーやってるってことじゃないですか。ですよね、ワールドカップずっと見れないわけです、うん、ね、ウルフルズやっぱりね、関西の事務所ですから。しかしてます、仕事させるんですよ。仕事させます、俺の知り合いが今マネージャーやってますけど、すごいですよ。ウルフルズのマネージャーになった途端態度変わりましたから、そいつ。わけわかんないですね、あれ。あれなんで業界ってよりすぐ態度変える人いるんですかね。いや、もちろん俺には態度変えませんよ、うん、だけどすごいですよ。なんだっけ、ラルカンシェル、うん、ラルカンシェルの、立石、大石、大石、大石、昔よく三宿でのですね、はい、飲み屋でよくしょっちゅう飲んでたんですよ、うんうん、いつもくだまいてたんです、こいつ。その頃まだ、うんうんうん、売れてなくて、はい、ラルカンシェル、はい、でもね、その時3、4年ぐらいしっかりも育ててたんですよ、うんうんうん、でバーンって爆発して、うん、でその頃酒井君も俺もしょっちゅうそこで飲んでたんで、はい、だからこれ酒井君去年ですね、うん、大石あったらしいんですよ、うん、だから、あ、君誰だっけって言われたんですよ。そうだね、うん、それはもう何億も入ってきてますから、わかりますけ ど、ね、その頃はですね、値切ってましたよ、飲み代。値切りの値切ってですね、飲み屋の女手つけてました。ろくなっちゃないです、あいつさん。まあ、そんなこと、そんなこと一生懸命、そんな激怒してるんだよ。茨城県、小柳、高典、はい。先日の放送で当て逃げとかツイートされまくってる多難な同僚の話を紹介していただいたものです。他人の話をネタにしていたら、まさか自分の車がぶつけられてしまうとは思ってもいませんでした。それも妻が車庫から出すときに、家のブロック塀にべっこりと擦ってしまい、うん、妻のスタイルと対照的に車体のウエストに相当するあたりがですね、キュッとくびれて、なんだか妙にセクシーなスタイルに変身してしまいました。やっぱりスウェーデン直輸入のボルボみたいな頑丈の車にした方が、いいんでしょうか、うん、ね。それ松藤とこの頃車乗らないでしょ。乗ってますよ、土日は。ああ、そう。あれは昔うちからちょっと事務所が離れてたから乗ってたんです。そうです、そうです。ああ、で今もそう近い、うん、近いから。そうです、近いからもうチャリで動いてますから普段は。そうですよね。うん。で谷沢はですね、松井さんは、運転ができないと思ってました。バカ野郎、どこにいる。谷沢のうちってさ。洋食屋さんなんですよ。そうですね。ね、それ言っちゃダメだって。うん、言いそうだったじゃん。一瞬目を見て確かめました。そうですね。あいつですね。親孝行のやつなんですよ。うん、店のメニューとかです、あとこう張り紙とかあるじゃないですか。ありますね。なんとかステーキが美味しいとか、うん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 、ね、値段いくらとか、はい、その全部あいつが作ってるらしいんですよ。あるな、コンピューターで打ち出して。そう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 、ちゃんと。で、ま、でなんかこう相当ね、いいメニューらしいんですよ。うんうん、だから毎、まあ定期的に買えるんでしょうけど、うん、そういう感じで、もう結構親孝行じゃんって言ってたんですよ、はい、それでこの頃ですね、すごく新宿にすごい大人のいいバーを見つけたんですよ。もともと21、2年前にですね、あそこですね、あそこね、うんうん、しょっちゅうゴールデン街になった時に俺行ってて、うんうんうん、その店がゴールデン街がなくなっちゃったんで、はい、もう探すのめんどくさいじゃないですか、しかも最終日別に行ってなかったし、うんうんうん、そしたらですね、亀山武史と坪内君が、はい、知ってるよって言うから行ったんですよ、この、そしたら、はぁ、21年ぶりじゃんって、もう向こうもすぐ分かって、うんうん、わーって話してたもんね。うんうん、でこの頃そこでですね、谷沢と二人でよく話してるんですよ。はい、でその時に、ね、谷沢がですね、うん、去年ですね、うちの、母ちゃんからですね、はい、母ちゃんから、あんたみたいな退屈な人とよく解散のお酒で付き合ってくれて、もう大したもんだよねって、すごく言ってるらしいんですよ。おかしい、それ。あいつ、なんかあんまり話しないじゃないですか、時々、うんうんうん、ね、うん、こうら乗って話すってことないじゃないですか、谷沢って、うん、
今日カンタみたいな退屈な男って、カエさんかわいそうよってカエちゃんが言われたらしいんですよ、うん、それがすごいショックで、うん、それで急にバーってよく俺に付き合ったこの頃、うんうん、よく話すのよ、人間ちょっと変えてきてるんですか、なんでなのかなと思ったらいや実はカエちゃんから言われましたバカ野郎ね、すごいショックだったんだって、うん、それがショックだっていうこと聞いた俺がショックだったもん、そうだもんね、なんで自分のこと分かってるのそんなにって、はい、ザ、カイバンドというラストライブこれです ね、それから、レイニードライブ、はい、ヒアウィーカムザフォーサウンズという、はい、カイバンドの最後のライブを撮った映画が、そうですね、昔ありました、ありましたね、渋谷でレイトショーやってて、ね、3ヶ月2つぐらいかかったんですよ ね、すごいですよね、あれ考えたら、そのおかげでうちの事務所崩壊しそうになりましたね崩壊を招いたのは佐藤剛っていうマネージャーなんですけどそいつは今ですね、ブームで、はい、もう思いっきりどうするみたいな感じだったんですよね、うん、あれ客が入ったからよかったんですよ、うん、うちの事務所、ね、あれで踏みとどまったんですから、うんうん、来週柿沢帰ってくるじゃないですか、ええ、また崩壊しそうですよこのままね楽しみだな楽しみだな崩壊しないとでも俺思うんだけど、俺別に他の職業で浮気したりしたことないじゃん、うんうん、こうなんかどんな困ってても大変でもさ全部音楽につぎ込んでだからさ、うん、そうですね、ええ、僕だからあれ以来ですね、映画っていうものには近寄りませんから、うん正しいです板橋区、江藤るみ、はい、こんばんは赤井さん、先週脱脂粉乳の話をされてましたが、私は小学校2年生までそれを、飲まされていました。あれはこの世のものとは思えない恐ろしい飲み物でした。匂いはすごいし口に含めばゲー、しかしその当時出された給食は絶対全部食べないと、お残りで休み時間も返上でした、うん、そうですね、鼻をつまみ最初に一気に飲む。今の子供たちは幸せです。苦手な食べ物は最初から減らして良いみたいです。あら、信じられない、うん、なんで、まあ、ダメじゃん。ダメだよね。ダメだよね、うん、あの昔あれであの周りの席のやつみんな密告しそうな密告者たちみたいな感じじゃなかった、うん、早くそれはダメでしょみたいなあ先生言ってやろとかね、先生に言うちゃろでしたね、もう先生に言うちゃろ、うん、苦手な食べ物は最初から減らして良いみたいな、うんうん、三角牛乳が出た時や瓶の牛乳に変わった時は本当に嬉しかったのを今でも覚えてます、ね、テトラパックね、テトラパック、うん、あの堤防のところにあるのテトラポッドですね、すいませんなんかそれなんか誰かがそれ歌ってなんかNHK で放送禁止になってませんでした。いや去年ぐらいテトラポッドって歌って、うんうん、それでアイコ、うん、はい、ってアイコって言いながら今2人でアイコンタクトしますねわけかんない、アイだけじゃん一緒に。カエザー、マズダ、こんばんは、郡山の平井です。最近嫌な事件がよくありますね、特に若者の。そこで僕なりの仮説を立てました。昔子供の出生は、夜半から朝方でしたよね。しかし20年ほど前から医者の都合で陣痛促進剤で昼間産ませるのは普通だそうです、うん、人間の神秘的生態系をむやみに変えたらしいと、うんね、それゆえ20代の若者の昨今の事件と何ら関係がある気がして仕方ないです。カイさんはどう思われますか。いや そうじゃないでしょ、うん、でもファーストガスとあのスナック菓子とファーストフードとですねカップ麺ですよ。そうですよ ね、だってあの今言ったのってスナック菓子とファーストフードってさ、みんな塩味きついじゃないですか。そうですね、だからそれをどっかでこう断ち切る、うん、作業をやってないと、うん、塩味の濃いのってどんどんあの増幅していくでしょ、うん、エスカレートしますからね。エスカレートしていくもんね、うん、だからこの間すごいのいますよ、ご飯の上にポテトチップをバッと乗せて、バラ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 って混ぜてそれで食べる。でお母さん中国の方みたいで、うん、そんなの美味しくないよとか言ってましたよ、お母さん、うん、すごいですよ。すごいですね。だからおかずはポテトチップなんですよ。でその白いご飯の上に乗っけて、あれふりかけみたいな。ふりかけですよね、それは。でもこう細かくしてるんじゃないんだよ、うんうん、大きいままバリッとこうあれしてご飯をその中に入れて食べてんだよ。それ変ですね。いやもちろん女の子ですよ、うんうん、だからあのやっぱりこうちょっと依存系ですよね、うん、味覚壊れてますよね。壊れてる。
あの昔ほら 梅神丹とかさ、そういうので依存するのと違うじゃん、はい、それ違いますね。それはこう一種のあの刹那的なね、あのあれですけど、うん、主食ですからね、それ主食ですか、うん、すごい人たちがいますよ。だからもう今なんかこう食べ物がどうのこうのとかっていうのがさ、うん、だからなんか塩味のきついのを食べたら、うん、ちゃんとあの水飲むとかしなきゃダメなのよ、ね、であのご飯食べてるとコーラ飲むやついるじゃん、ああいうのがダメなのよ、だから ああいうのがどんどんエスカレートしていく。そうですね、その通りですね、うん、時々うまいです。あ、そうこれよ、はい、100万ドルナイトという、ナイトという2枚組のライブ最後です。はい、長野のマスネーより、はい、会社お元気ですか。我が家は全滅です。月曜日6歳の長男が、水曜日3歳の次男が、木曜日主人が風邪で倒れました。そして今日金曜日、やっと良くなったはずの長男が再び発熱。発熱、私はもう死にそうですね。こういうのがないとダメなんですよ、こういうね、家族は大変なところがこう何回か行かないとですね。あ、だいたいこういう風に発熱することとかって、そういう免疫つけることで丈夫になりますからね。そうですね、熱は出さないとダメですからね、うん、ぐる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 回りますね、うん、兄弟がいることね。ということで、今週、もうこれ終わりましたから、はい、3月はあと4回、4回、ね、終わりに向かって進んでますね。進んでますね、うん、もうね、みんな泣いてくれあと4回しかないんだ、君たちと会えるのはね、ということで、まあ一生懸命ね、やりますけど、はい、君が乗った最後の指車が僕が通ってくるぐしぐしみたいなまああの皆さん心置きなくですね、ファックスとメールとハガキどしどしですね、うん、でもあの思いの丈をあと4週間も僕にぶつけてください僕はそれは決して受け止めませんから俺のペースでいきます。やっぱり受け止めないんだなやっぱそんなやつかよ、うん、ね、もしもこれで終わりです、はい、アースエッグプレゼンツ海吉郎の聖アング21、この番組はアースエッグの提供でお送りしました、また来週ですね、はい、はい、ではおやすみなさい、また来週、さよなら。